好，我是陆江。今天要来公司拍自影片，是我要突击大家的包包内容物。噔噔噔噔噔噔，已经很久没有拍这个系列了。想到过了一个季节，然后公司又有新人进来，应该大家可以看一下他们包包里面装什么东西。他是我们 Nanlab 里面的台湾社员，超可爱的，他超级像日本人，他应该是我们整家公司里面最像日本人的人。Cody， 啊 ，bag 的中身をチェックさせてください。OK です。あっさり。大家好，我是 Cody， 好久不见。まずヘッドホン、これはいつも聞きながら来てます。最近は何話男子を聞きながら。何話男子で何聞いてますか？ダイヤモンドスマイル。ダイヤモンドスマイル。ダイヤモンドスマイル。誰推しですか？大西くんです。私は大悟くんです。うわあ！これなんかサロンでもらったバッグで、エコバッグみたいな感じ？雨に濡れても大丈夫なバッグを持ってきました。まずは化粧ポーチ、これがねめっちゃいいんですよ。クッションファンデ、薄付きでツヤツヤになるから気に入ってます。ニベアとこれもねめっちゃいいんですよ。これなんか友達が働いてる会社のリップで、なんか日本の多分リップの会社なんだけど、なんかすごいちょっと韓国っぽい感じ、ちょっとブラウンレッドみたいな色味が気に入ってます。あとはいつも使ってるボビーブラウンのアイシャドウ、プレーのタイプのハンドクリーム。すごい。いい匂いなのでございますわよ、これ。はい。お、香水みたいにこうやってピシピシってやって、これどう？すごい。すごくない？詳細はよく分かってないけど、そう初めてこういうのもらってから持ち歩いています。ありがとうございます。次は、ででん、サウナハット。ちょっとストレスが溜まったら、もうサウナに行っております。サウナ夜遅くまでやってるから。仕事終わりとかリモートの時も業務が終わったらサウナに行くことが最近めちゃくちゃ多いです。いつも一人で行ってます？ね、彼氏と行くだけ一緒に行って、男女で違うから結局一人で行く。最近まさみさんに誕生日プレゼントにもらって初めて使うようになって、もうあるのとないのじゃね、もう全然違うんですよ。あとは何くれ、覚えありますか？もちろんあります。私が開けた使用面子でね、ルーちゃんに台湾のお土産でもらって、これは絶対日本人は知りませんって言ってって出したら、あ、目当たり紙ねえ、もうこれ何回もいじってくる、何回もいじってもう前の動画も言ってたあとはサングラス、似合う、これキュート、キュート、キュート、可愛い、おもらせね、翻訳しないでたまにこれに帽子かぶってこれをつけたらもう不審者なんですよ本当だやばい。あとはそう、お財布でしょ、名刺入れ、こんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。今日はお二人のバッグの中身をチェックしたいと思います。バッグの中身ですか？そうです。何が出てくるかちょっと分かんないんですけど、じゃん、バッグはですね、イギリスの軍基地で本当に使ってた生地をリメイクしたバッグになります。これね、めっちゃ収納があって、ポケットが1、2、3、4、5、あとエアポッツ入れ6入ってるんです。じゃん、まずお仕事用のノートです。ずっとなんかいろいろメモして、今日やることとかトゥードゥーをここに書いてます。毛量がいっぱいあるので大事です。ヘアクリップ、おやつ、今ちょっともう食べちゃったんですけど、今日はキウイが入ってました。すごい、ニコちゃんマークです。これは私がよく行く自転車屋さんのコインケースですね。かわいい。財布からはビトン、お母さんからもらいました。あとブルーライトのメガネ、ああこういう感じ、え、めっちゃ似合う本当に。あとはめっちゃ小物が出てくる、ビタミン C、あと鼻がスースーするやつ、あとガム、あとリップ、ボビーブラウンのバハマブラウンっていう色、私これ一番好きなの5本目。すごい、めっちゃ好きなんですこの色が。ジャンロヒ、私の必需品。これどんな感じで使うんですか？これは肩とか首が痛い時にロールオンタイプになってるから、こうやってグーってやると治るんです。もう最後ですね、じゃん、はい、そうマーシャル、これめっちゃ好き。ねえ、もうおしゃれ似合うんですよ。すべてです。OK。
しいです。すごい、ありがとうございます。すごい入ってますね。そう、だから本当にじゃん、いっぱい入るから。はい、コウさんお願いします。这样，这个 Unable 的拿花纹的波士顿包，很好看呢，真的超级好装的。这个是改版过后的大小，是我的手杖。大家都会戴手杖哎，我会戴手杖，但其实几乎都没有在洗。我的镜子，这个我也用很久。图案的护唇膏吗？薄荷凉感的，嗯，这个也很推荐给大家。我也还蛮喜欢这个牌子的，对，眼影也都很可爱，有点脏的发圈。这个是セイカさん跟社长送的圣诞礼物。これ何なのかわかりますか？え、何これ？服カバーじゃないんです。え、何あれ？あ、マスク？マスクです。はい、面白い。今外しますね。就是可能到外面吃饭的时候啊，如果直接放在桌上会就会比较不卫生。哦。いっぱい入るね。すごいね。超级好装，推荐给大家。这个是防晒，然后这个是护手霜。包包里面一定会装有灯，而且这是台湾ライチ。すごい。以上です。すごい、ありがとうございます。セイカさんです。これですね。いきますよ。お願いします。まず上にかぶせているもの。何ですかあれ。スカーフを上にかぶせております。バッグの中身を見えないようにかぶせるスカーフです。次、大きいのからいっちゃいますね。え、先にトップスめっちゃ可愛いんです。え、嘘、これ新しく出るやつです。水筒、中に入ってるのは水です。これ可愛いですね。そう、これさ、ユナイテッドタウンで買ったの。あとはポーチですね。非常に誕生日にいただきましたポーチ。私初めて恋人にポーチを誕生日にいただいたんですけども、こちらでございます。ハンドクリーム、ヘアオイル、あと香水、リップも入ってるんですけど、最近使うやつ、イソップとシャネルなんですけど、なぜかペンも入ってますね、こちらのポーチに。次、こちらお化粧直しでございます。最近さ言ってたじゃないですか、無理に。これミラーのルさんにお土産。え、嘘、え、ありがとうございます。パインの鏡いただきました。え、ありがとうございます。形はお揃い、デザイン違い、美しいお顔を写してください。ありがとうございます。もう照れますね。あ、でもこっからは全然もうさ、みんなと同じだと思うんだけど、お財布でしょ、うん、名刺入れでしょ、うん、あと最近さ、ちょっと女子力上げたいと思って、ハンカチとさ、こうティッシュケースみたいなの持ち歩いてるの。すごい、スケジュール帳ですね。みんな結構手帳持ってる。本当？みんな持ってました？うん、持ってました。やっぱさ、みんなデジタルも好きだけど書きたいよね。面白い。でも私のスケジュール超面白くて、叶えたいスケジュールを書くんです。なんか決まったスケジュールじゃなくて、なんかこうなりたいスケジュールを書くっていう。それね、大事なんですよ。逆算するっていう。はい、私のカバンの中身です。ありがとうございます。はい、ハルちゃん突撃です。はい。ハルちゃんのバッグを中身見せてください。はい。私のバッグこちらです。これはヴィンテージのやつなんですけど。じゃあまずはなんかティッシュ。うん。これみんな持ってますよ。あと財布、名刺。このブランド自体もいろんな革製品扱っててめっちゃ可愛くて。うん、ちょっと大人っぽい緑だね。そうです。ね、私緑大好きだし、で深い色だから長く使えるし、めっちゃ気に入ってます。かわいいです。で、私超コンパクト。でもなんかいつもこういうコンパクトのバッグにめっちゃ大きいサブバッグ持って、そこに PC とか入れてるんです。あとリップ、シャネルとこれシェリーゼ、前ランデブーで発売してたリップです。ピンク色でかわいい、今つけてるかも。でちょっとマットで、かわいいね。うん、似合ってる。そう、なんか赤色とか赤い多いんだけど、うん、はい、最近ピンクをつけたいなと思ってトライしました。あとはサングラス。え、かわいい。なんか最近すごい日本って暑いんですよ。暑いんです。え、台湾もこんな暑いのかな。え、でもなんか最近日本の方がやばい気がする。ね、やばい気がします。結構日差しが反射してなんか目がやられる人が多いらしくて、そうだからこれをつけて出勤してます。以上です。好，以上呢就是我们公司的大家的包包突击检查。其实我自己还蛮喜欢看大家包包这个主题的，可以看大家平常都在用什么东西，然后有什么习惯，有一种窥探大家的生活的感觉。不知道大家对谁的包包最印象深刻，大家都可以留言跟我说。好，那谢谢大家看今天这支影片啦，我们下次影片再见，拜拜。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとし
ても